今年は平年より全国的に遅れて開花となった桜。江東区の千代堀川公園では付近の住民たちが散歩をしたり写真を撮ったりしながら満開を迎えた全長900メートルの桜並木を楽しんでいました。毎日散歩されてるんですか？はい、どうですか今日の桜は？今日はもう満開すぎて今本当すごいですね。そうですか。続いては江東区猿江橋付近の様子。こちらからははっきりとスカイツリーを見ることができます。大横川沿いに咲くおよそ270本のソメイヨシノが青空とスカイツリーを見事に縁取っていました。最後にこちらは中央区新川公園付近の様子です。時折隅田川を行き交う観光船などののどかな風景を眺めながらお昼休みをのんびりとくつろぐ会社員の皆さんの姿が見受けられました。